ルコサンタ、アニサンタ参上しました。ありがとうございます。このタイミングでこれ置かれるってことは俺に引いてくれと、かましてやろうかなと。どうも、はたこです。どうも、アニです。はい、ということで今回の企画なんですけども、ちょっと見てください。見ての通りです。ルコサンタ、アニサンタ参上しました。ありがとうございます。いや、ということで今回の企画なんですけども、ちょっともう聞こえない、ちょっと聞こえない、ピアノの音。はい、地下なんですけど、地下に誰でも弾いていいよっていうピアノが設置されたんですよ、最近。まあ、これ行くべきじゃないかなと。ねえ、さすがに最近僕動画でもピアノ買いました。キーボードですけど、ピアノ買ってたまに弾いてます。このタイミングでこれ置かれるってことは俺に弾いてくれと言ってるんじゃないかと。そうですよね。そうなんですよ。ほら、激しくなってきた。ふら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 、このレベルなんですよ。でも言うて僕まだ始めて1ヶ月ですから、まあ、1ヶ月なんですけど、ちょっとかましてやろうかなと今回。まあでも関係ないですから、ご自由に弾いてください。だから確かにレベチの人しか今まで弾いてません。ちょっと聞いたんですけど、今までもうこのレベルです。今聞こえてるレベル、もう何の曲かもわからん、クラシック弾いてる感じなんですけど、まあまあまあ、ご自由ですから。上手い人だけが弾いていいわけじゃないですから、ちょっと今回僕たち兄弟の力見せますよ、見せますよ。行こうか、早速。じゃあ、さあ行くぞ。人の多さ見て、わかる。この人混みの中で弾けるっていう、まさになんと光栄なことでしょう。こんな早くにみんなに披露するチャンスが来るとは。次行きますか。次、これはこの方終わったらちょっと行きます。これと並んでない？めちゃめちゃ並んでる。めちゃめちゃ並んでる。めっちゃ並んでる。ちょっとですね、緊急事態。このピアノ今弾いてると思うんですけど、これ19時だから夜の7時までらしいんですよ。今何時？今6時なんですよ。あと1時間なの。俺普通に順番とかなしで行ったもん勝ちかなって思ってたら、ここに結構並んでる。でこれね、ほんとギリギリ行けるか行けないかぐらいなんで、ちょっと待ちたいと思います。